ボンドミニチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はこちらの F56 の LCI2 の JCW ですね。こちらの方にエシシュニッツァーのフロントリップスポイラーの方を取り付けしていきます。取り付ける商品は一応このようなものですね。これが、まあ、ざっくり言いますと、まあ、このような形で取り付けをしていく形になりますね。では作業の方を進めてまいります。まずはじめにこのバンパーの下側のこのビスですね、もう7本止まってますのでこれを外していきます。まずはエシシュニッツァーのこのリップスポイラー本体にビスですね、こちらを取り付けしていきます。スポイラーにビスを取り付けたら車両側に固定していきます。現在ここついておりますが、まだこのスポイラーはまだこれ仮付けの状態ですので、ここは何をすると言いますと、あ、これ前側のこの固定用の穴をですね、バンパー側に開けていくっていう作業を行っていきます。4箇所開けますので、ここから開けていきます。一旦仮付けしたスポイラーがここで外しまして、バンパー側の穴の加工をしていきます。このようなツールを使いまして、このネジ山の元になるものをこのバンパーの穴にかしめていきます。はい、では穴の準備をしていきましたので、これでまた取り付けしていきます。で、完了です。で、穴開け加工した4箇所はスペーサーが入る感じで、そうです。ここ、ここ、ここ、ここと、あとこの元々の場所でも1箇所固形のスペーサーが入る。で、あと他にも、まあ、各箇所ゴムのスペーサーが入るようになってますね。ということでフロントリップの取り付け完了です。今回はこちらの F56 LCI2 のジョン・クーパーワックス JCW ですね、こちらの方にAC シュニッツァーの方のフロントリップスポイラーの方を取り付けしてまいりました。今回の車にもともとフロントメッシュグリル、まあ、こちらも AC シュニッツァー製です、ね、両方、まあ、コンプリートしたという形ですね。どちらも結構完成度の高い商品となっておりますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。シュニッツァー以外でもフロントリップスポイラー、まあ、これアンダースポイラー系各種設定ございますので、まあ、興味のある方はぜひお問い合わせいただければと思います。最後になりますが、ボンドミニチャンネル登録済みでない方はぜひ登録の方お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。